速報というわけでもないですが、 NBA で FA の関連情報ニュースが入ってきました。マジックからウェイブされていてサンズ獲得の噂があったボルボルがトレードによって正式にサンズに加入しました。まあボルボル程度じゃね、ちょっとニュース速報にするにしては弱かったんで、この夕方夜くらいの時間に出してはいるんですけど、驚きなのはボルボルがサンズに加入したことではなくて、サンズから唯一と言ってもいいくらいのコントロールがある程度できるガード、キャメロン・ペインがスパーズにトレードされてますね。この三角間トレードで、マジでやばいよ。サンズ本格的にポイントガードポジションの選手がいなくなりました。昨日ね深夜くらいにこのトレード起きて、ちょっとツイッターもざわざわざわってなってたんで、まあその話とプラスでボルボルが来たってことは、サンズにおいて渡辺裕太のライバルが増えたってことにもなるんで、そこについてお話しさせていただければなと思います。そして本日も緩めのラジオになっていますので、ながら聞きでお楽しみください。まずこの三角トレードの内容なんですが、私が今撮ってるのが7月17日14時くらいなので、結構2巡目指名権が動いたトレードなんですけど、全ての指名順位とかどこのかっていうのは明らかになってないですね。ちょっとサンズが獲得したやつについては王子が正確な情報を出してるとは思います。まずサンズが先ほど言ったボルボルをオーランドマジックから獲得。ここウェイブってなってたんで、ちょっとルールわからないんですけど、多分サイン&トレードっぽい感じになるのかな。そしてマジックから2巡目指名権3枚を獲得。今のところの情報だと24、26、28の全部自前じゃないものを獲得してますね。もしかしたら交換権かもしれないですね。でスパーズがサンズからキャメロン・ペインと2巡目指名権と現金を獲得。ここまで聞いて皆さんあれって思ったかもしれないんですけど、マジックが何も得してないんですよね。なのでもしかしたら追加でスパーズから選手がマジックに動いたりとか、現金を獲得していたりとか、2巡目がもうちょっとマジックに行った動きが追加であるかもしれない。すいません、僕が今調べた情報だとマジックが何かを獲得したっていう噂がないです。さすがにね、何も獲得しないっていうのはボランティアが過ぎる。他チームをただ喜ばせるだけってなっちゃうので、何かしらのメリットはあるはずなんですよ。仮になかったのだとしても、ちょっと1巡目2巡目指名権マジックめちゃめちゃ持ってるんで、指名した選手を抱えきれないから整理したかったみたいな目論みがなくはないと思うんですけど、それにしても何か追加で情報はあると思います。そこはねちょっと補足していただけると幸いです。でまずこのトレードのサンズの動きから評価していきたいんですけど、いやサンズね、この動き自体はすごく評価できる部分が1個あって、やっぱりサンズっていうのは長期契約かつ高額契約が4人いますんで、これから数年、今年だけの話じゃないのよ、もうミニマム契約の選手しか獲得できないって状況が続くと思うんですね。でそんな中でちょっと難しいんで簡単に言うんですけど、バード権っていうのが結構重要になってきて、キャップスペースを超えて契約できる選手っていうのがルーキーの選手だと例外条項を適用して契約できるって状態になるんで、この2巡目指名権で獲得した選手を長期的に延長契約を見越して指名するっていうのが結構大事になってくるんで、この間ねビールのトレードとかでもあったんですけど、2巡目指名権をめちゃめちゃ集めるっていうサンズの動き自体はすごく評価できます。ただね、皆さん思ってると思うんですよ、さっきも言いましたけど、フェリックス・サンズさんポイントガードがただでさえいなくなったんじゃ、ただね皆さんも思ってることだと思うんですけど、フェニックス・サンズさんただでさえクリス・ポール出たことによってコントロール系のポイントガードがまあいなかったんですよ。キャメロン・ペインに全部できるかっていうと、ちょっとそれも無理なタイプの選手ではあるんで、にもかかわらずキャメロン・ペインも出したことによってナチュラルポイントガードがマジでロスターにいなくなったんですよね。大丈夫ですかそれって。シューティングガードはめっちゃいるよね、エリック・ゴードンであったりジョーダン・グッドウィンもビール絡みにトレード来たけど、彼らがポイントガードできるかっていうとちょっと微妙だからね。でスタメンシューティングガードにはデビン・ブッカーとブラッドリー・ビールがいるわけでしょ。彼らを評価してのことなんかな。いや2人ともだってポイントガードできなくはないけど、なんかなって感じよね。もしかしたらこのトレードが後日4角5角トレードになって、実はサンズどっかからポイントガード獲得してましたみたいな話はあると思うんですよ。そういうのも過去にいっぱいあるんでね、それだったらわかるんですけど、現状この動きはその2巡目指名権を集めるって以上は今年に対してのロスターの厚みで言うとちょっとマイナスな動きですよね。そしてマジックに関しては続報待ちなんで一旦置いとくとして、スパーズなんですけど、キャメロン・ペインを獲得することによってキャップスペースがね 5.9 ミリオンだったところに 6.5 ミリオンのペインが来ることによってちょっとオーバーしちゃうんで、ここはもしかしたら新たにトレードに出すのか何らかの動きがあるんじゃないかなと思いますね。もしかしたらスパーズの選手がマジックに行くことによってここのキャップスペースの調整ってのは今後入ってくると思います。全体のトレード内容を軽くおさらいしたところで、ちょっとサンズの話に戻るんですけど、ちょっとね渡辺裕太さんのライバルが増えた形にはなりましたよね。すごいポジションがガンかぶりしてるわけじゃないですけど、同じくウィングを務める系のタイプの選手なんで、やっぱプレイタイムはある程度食い合っちゃうとは思うんですよ。ボルボルをセンターとして取ったんだったら、まあ今サンズの控えセンターっていうのがジョック・ランデールとかチメジメトゥーもちょっとできるんですけど、それしかいないので、まあもしかしたらセンターとして起用してくれるんだったら渡辺裕太と被らないかもねぐらいな感じの選手です。まあ何にせよ嬉しくはないよね、日本人選手を応援してる身としては。大丈夫だとは思うんだけどな、僕今の時点では渡辺裕太を絶対にスタメンに座
を得るべきサイズとスキルのある選手だと思ってるんで安心はしてるんですけど、考えたくはないが、渡辺選手がシーズン中にちょっと怪我とか調子落としちゃってボルボルが昇格、まあエリック・ゴードンとか昇格ってなってくると、またそのロスター的にライバルの選手が増えることによってそっからの復帰みたいなのも難しくなってくるんで、ここはちょっとね頑張ってほしいところではありますね。あと他にもね、渡辺雄太のライバルになってるところで言うとケイタ・ベイツ・ディオップとかね、ここはがっつりスモールフォワードの選手なんで、渡辺雄太より3は安定しない感じだけど、運動能力とかディフェンス能力っていうところだと結構張ってくる選手はね、ここの選手にも負けてほしくないですね。オコギーとエリック・ゴードンに対しては大丈夫と思うけどね、やっぱサイズがないから、ビール、ブッカー、エリゴ、オコギーとかって並べるとちょっとやっぱきつくなるから、本当にレイカーズがやってたフォーガードラインナップみたいなことやりかねないから、ここは多分渡辺は大丈夫だと思いたいんだけどね。あといるのがダミオン・リーとか、イシュウェイン・ライトとか、今年ドラフトで2巡目指名したトゥマニ・カメラ君とかかな。そしてちょっとさっき触れたジョーダン・グッドインとかも入ってくるんだけど、ここら辺の選手には当然勝ってほしいよね。トゥマニ・カメラ君はまあルーキーだから不確定要素多いからいいとして、ウェイン・ライトはね、なんかアメフト選手みたいな胸板の厚さしてるんだけど、一応ね、ビッグマンっぽい動きをするサイズ的にはウィングの選手なんで、ディフェンスはある程度できるけど、スリーポイントとかは全然渡辺雄太の方が上手いんで、ここには絶対勝ってほしい。ダミオン・リーはスリーポイントはね、昨シーズン結局渡辺雄太が規定数到達しなかったから、ダミオン・リーの方が多くて確率もいいっていう風になっちゃってるけど、ディフェンスにおいては渡辺雄太の方がサイズ、能力ともに上なんで、ここにも負けてほしくない。で、ジョーダン・グッドウィンはね、俺昨シーズンちょっとウィザーズの試合見てたけど、ディフェンスめちゃめちゃいい選手だから、もしかしたら対人はグッドウィンの方が上手いかもしれないんだけど、ここもサイズ不足っていう点で渡辺雄太が勝ってほしい。だから本当に渡辺雄太意識しなきゃいけないのは、ディオップかな。そしてボルボルの役割がどうなるか不明だけど、いや渡辺雄太だとコーナー3はいいけど他のオフェンスできること少ないから上げようかなスモールフォワードにってならないように渡辺には頑張ってほしいね。でもって私の数え間違いじゃなければサンズはこれでロスタースポットが15人埋まりましたね。セイベン・リーが 2way 契約なんでロスター契約として入れるかどうかちょっとまだ分かってないんですけど、となるとサンズのオフの補強はこっから新たなトレードがない限りはほぼ完了っていうところでしょう。やっぱ見れば見るほどポイントガードいねえな。いやここ絶対なんとかした方がいいと思う。ボーゲルもさ就任早々さこんなわっちゃわちゃなみたいな逆張りロスターですかみたいなの指揮したくないよね。仮にだけどキャンペーンを出したことでやっぱポイントガード必要だ、うーんトレードしかないってなったならば、昨年から契約が残ってるオコーギー、ウェインライト、トレードで取ったジョーダン・グッドインのさらにもう少ないけどキャッと合わせて、まあ、5ミリオンくらいのガードくださいってどっかに交渉する可能性はここからありますね。けど厳しいかな、5ミリオンくらいのガードでいい選手ってのもあんまいないからね。ちょっと前まで噂のあったペイサーズから TJ マコネルを獲得っていうのももうキャンペーン出しちゃったことによってサラリーが全然合わないんで、ここは現段階だとないですね。だから僕が懸念してるのは、今年契約した FA 選手っていうのはね、確か12月半ばまでトレードできないルールになってるんで、そこ以降ないしトレードデッドライン直前とかにディアンドレ・エイトンを30ミリオンくらいあの人サラリーめっちゃあるから分解して 2,3 選手そこそこいいポイントガードそこそこいいセンターにトレードで変えるっていう動きがあったりしたらめちゃめちゃカオスだなって思います。皆さんはこのサンズのオフシーズンの動きであったり、渡辺雄太はスタメンに上がれると思いますでしょうか。ぜひコメント欄で意見の方をお聞かせください。でちょっとこっからはね緩い感じでリクエスト募集のお話なんで、もうサンズと渡辺雄太の話終わったから興味ないよって方はもう閉じちゃって大丈夫なんですけど、最近私の動画もね本当にネタがないんでこういうラジオ形式の動画とかになっちゃってるんですけど、まあちょっと実は不本意なんですね。ニコラスタケシさんとかと違ってラジオ動画で全然バズるみたいな状況でも私はないんで、この体制に甘えていたくはないんですよ。やっぱり編集するほどの話題がないからラジオ動画になっちゃってるのはちょっとしょうがないんで許してほしいんですけど、だから皆さんから話題提供のリクエストお願いしたいなと思っていて、もう本当に過去の出来事でも大丈夫です。で僕がちょっと直近でやりたいのがレブロンの全盛期っていつなんだっていう企画とか、僕ビンスカーターのダンクとかすごい好きなんで、そういうダンクが上手い人の話とか何でもいいです。現在でも過去の話でも構わないんでリクエストを気軽にお待ちしてます。僕がちょっと目指してるのは、ちょっと知ってる方いなかったら申し訳ないんですけど、パコラさんっていう今動画全く投稿しなかったけど僕が好きな YouTuber の NBA YouTuber の方がいて、ちょっとの編集だけで好きな選手とか好きなことについて語るみたいなめちゃめちゃ僕が好きな動画形式があったんで、そこの真似をしようと思ってます。なのでパコラさんのこと知らない方はね、 NBA パコラとかってカタカナで調べて出てくると思うんで、ぜひ参考にしてみてください。いやーあの人も戻ってきてほしいけどな。その俺が散々いじってるさ、 B から始まる YouTuber とか R から始まる YouTuber ほど登録者はいらっしゃらない方なんで、そこまでねなんか早く帰ってこいよとか言わないんですけど、ぜひね好きな方なんで戻ってきてほしいです。そのパコラさんみたく僕もね本当は実写でやりたいんですよ。あの顔はいつも通りサングラスとかマスクで隠すことにはなるんですけど、なるべく実写で伸ばしたいなとは思ってるんで、そこの形式真似ていこうかなって思ってます。あ別に否定はしないんだけどさ、 NBA YouTuber でさ他に顔出してなくてさお前は誰なんだってやつさ、よく声だけでやってんじゃん。俺あのスタイルあんま好きじゃなくて、俺もたまにやったりはするけど、俺でも定期的に顔は出すじゃん。動画自体の構成が綺麗だからいいけどさ、なんかボソボソ喋んの俺すごい嫌いで、僕もね滑舌自体はそんないい方じゃないんであんま人のことは言えないんですけど、なるべく実写で出してハキハキ喋るというか、ボソボソ陰キャ喋りしないでクズオっていう人間をリアルで認識していただいて、 NBA バスケコミュニティを盛り上げるために動画投稿したいと思います。
ってます。ここ嘘じゃないっすよ。どこぞの大手 NBA YouTuber はさ、動画の最後にさ、これからもバスケ NBA コミュニティを盛り上げていきましょうとかって口だけでテンプレのように言ってますけど、動画投稿しねお前が何言ってんだって話なんで、僕はそういう方にならないために休まず頑張らせていただきますんで、今後もこんな緩い形も挟みますが、よければまた違う動画で見に来ていただけると嬉しいです。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよならっす。